函館市の五稜郭タワーです。オープンまでまだ15分以上あるんですが、すでに30人以上の人が列を作っています。函館の五稜郭タワーにはオープン前から長蛇の列が。連休中最多で1日7000人が訪れるなど、客足はだいぶ回復しています。とても良かったです。楽しかったよね。うん、まだ行くとこあるけどな。札幌の二条市場にはコロナ前の水準を大きく上回る人出が。もう本当美味しいから。うまい。めっちゃ美味しい。コロナ前のゴールデンウィークの人の出の倍以上の人が出てますよ。例年通りしかみんなほとんどのところが仕入れてないから、だから今日あたりも3日目だから、ほとんどのところはもう生ものはないと思う。新千歳空港は観光客の U ターンラッシュでこの混雑。今年の大型連休はこれまでの自粛ムードを吹き飛ばすようなにぎわいとなっています。